にも程があるぞ、フィルマル。お前たちの心配は嬉しいとも。だが、今日は待ちに待った日なのだ。すまないとは思うが、予定通りに行かせてもらうぞ。ああ、案内人が来たようだ。どうも。これは白狼殿。張り紙を見て来てくれたのだな。いや、バカな質問だな。ここに来たのだから、見たに決まってるか。おっと、失礼。名乗るのが遅れた。ベレダル伯爵だ。何を隠そう、君の伝説のファンでね。それはどうも。俺にファンがいたとはな。ですが、伯爵。このウィッチャーと二人だけでおいでになると。強い男なのは間違いありません。それでも危険なのです。我々が音もしないのは、失礼ながら、正気の沙汰ではありません。大げさだというのだ、フィルマル。たかが半日の間、金魚の糞のように世話係を引き連れていなくても死にはしない。うるさい嫌いですまないな、ウィッチャー。悪気はないんだ。さて、本題に入ろう。張り紙を見たなら分かってると思うが、君には少し変わった仕事を頼みたいのだ。私は自然の愛好家でね、野生の観察に人生を捧げているのだ。釜山には土着の生物が何種類か生息している。その実地調査に同行してもらいたいのだ。そうした生物を確認し保存するためだ。そこでの問題は私の身の安全だ。職務に熱心な護衛たちはご覧の通り、かすり傷でもつけて戻ろうものなら無謀な行いとして妻に言いつけるつもりでいるからな。ベレダル伯爵、養鶏場の経営者だったか。ああ、それは祖父の時代だな。偉大な人物だった。だが、私の代での事業はワインの貿易だ。地元のコビルから最高級品を輸入している。そのために、ボークレールにはしばしば足を運ぶのでね。その時に自然の中に繰り出すことにしているのさ。繰り出すのはいいが、ウィッチャーが必要か。護衛がいるじゃないか。余計な金を出す必要はない。もちろんそうだ。だが彼らにも休息が必要だ。そうだろうな。それに金はある。金持ちは金を使うべき。そうじゃないか。つまり窮屈な日常に飽きた金持ちの道楽か。それにクラリッサ様が。フィルマルよさないか。何の話だ。娘だ。遠出の時はいつも何か土産を持って帰ることにしている。とても楽しみにしているんだ。だが家族の話をしに来たわけじゃない。これから始まる探検の話をしようじゃないか。詳しく聞かないと何とも言えないな。目的地はどこで何をすればいい。具体的に話してくれ。簡単に言えば土着の動植物を観察したい。その途中いくつか保存したいものがある。保存？この装置でだ。これはパレスチソマックといって、まあある種の採取に使うものだ。パレスチなんだって。いわば持ち運び式のメガスコープだ。目の前のものを捉え現実に変換する。後でそれを見て絵を描くことにしているんだ。つまり同行して一緒に動物や花を見ろと。まあ概ねそんなところだ。ただし君には私が採取したい生物の居場所を突き止める仕事もしてもらいたい。かなり大まかな生息地しか知らないのだ。もちろん何かあった時には君の剣が役に立つはずだ。そうだろ。さて引き受けてくれるか。珍しい依頼だな。全く同感だ。だがその分を埋め合わせるだけの高額の報酬を用意している。よければ高額とは実際にどれぐらいのことか先に決めておいてもいいか。ああもちろん。じゃあいくら欲しいか教えてくれないか。文句なしだ。決まりだな。簡単そうだ。たまにはこんな息抜きも悪くない。素晴らしい。そうと決まればこれが地図だ。ここに来る前にこの辺りの数人の狩人に使いを出しておいた。彼らが私の探している生物の生息地を調べ、その地図に範囲を記しておいてくれた。良いな。探し回って時間を無駄にしないで済みそうだ。では行くか。ああ行こう。
今の明るさは理想的だ。あれはやるだの、これはやるだの、高速だからって威張りやがって。海でも行ったろってんだ。地図の場所に行くとしよう。護衛たちを連れて出かけたらどうなんだ。冗談じゃない、あいつらの庇護から離れて解放されたいんだ。本当に過保護な連中でね、ほとんど病気だ。私は野生の生物を鑑賞し、その姿を保存したいんだ。私の命のためと称して無駄に殺される姿は見たくない。向こうから襲ってきたら、その時はやむを得ないだろう。地図によると何か、この辺りには氷がいる。うめき、これから離れに行き、周りをよく熊のものに見ている。頼むから流血沙汰は勘弁してくれ。聞こえたか。おそらく鹿だな。なんとカミソリのように。聞こえたか、ヒョウだ。正直言って何も聞こえない。どうやら君の感覚は私よりずっと鋭いようだ。その感覚に頼らせてもらおう。バカな密漁者を選ばせる。素晴らしい、ヒョウを助ける君の姿は最高の作品になる。ウィッチャーは白状だなどと、人の噂は全く当てにならんな。ああ、言うのを忘れてた。これはすまない。パレッシスマックには光源が内蔵されてるんだ。まともに見ると目がくらむぞ。パレッシスマックが刺激したようだ。早くここを離れよう。密漁だけは我慢ならん。君も動物愛護の心を持ってくれて嬉しいよ。都会の人間にしては地味な趣味だな。広く浅く楽しみたいんだ。ワインも自然も絵画も。ウィッチャーの暮らしはもっと単調なものだろうな。ああ、いや、けなすつもりは少しもないが。そうだな。だが退屈とは無縁だ。個人的には来る日も来る日も同じような怪物の相手をするなんて想像もつかないことだ。結婚は？聞こえたか。あれは何と言ったか、なんとか動物？節足動物、つまりムカデだ。巨大なやつだがな、地下にトンネルを掘って住み、独特の音を出す。それを頼りに追ってみよう。音が大きくはっきり聞こえる。巣が近いようだ。着いたぞ。この場所は良くないな。ここからではいい絵が映せない。わかった、待ってろ。よく見えて安全な場所を探してみる。足音を立てるな。巨大ムカデの類はどんなかすかな音も、地面の微妙な揺れも感じられるんだ。しかも起こすと怒り狂う。この場所は距離もちょうどいいし、いい光が差している。ああ、文句なしだ。おびき出せるか。待ってくれ、方法を考える。振動、地面を通じて振動を伝えればいけるかもな。爆弾を投げるか陰影をぶつけてみよう。気をつけろよ、近くには寄るな。残せそうな日。ありがとう、最高の収穫だ。これで先に進めるぞ。ああ、楽しい。なんて愉快なんだ。ありがとう。あと一つ頼みがある。ここに生息するクジャクの求愛行動をどうしても見たいんだ。どうもこの近くに群れがいるらしい。言ってもいいが、愛の営みを覗くのは期待するな。発情期は一月も前に終わってる。いや、それは残念だ。美しい尾羽が開ききったところを残したかったのに。
本当に見せてくれないか試してみるのはどうだろうな。挑発して張り合うように仕向けるとか。何考えてるんだ。俺には尾羽なんかついてない。生えてくるのを待つ気もない。いや、ウィッチャーの魔法が使えないかと思ったんだ。下等な生き物を操るような術があると聞いてるぞ。まあな、やってみようか。だが約束はできんぞ。素晴らしい。その言葉だけで満足だ。群れの正確な居場所はわからないが、カリウルが可能性のある場所を教えてくれた。地図に書き込んでおこう。わかった。じゃあクジャクを探すとしよう。それにしてもなぜクジャクなんだ。いや、私より娘が好きなんだ。あの子が喜ぶと思ってな。この辺のはずだ。調べてみるとしよう。オバネだな。脂肪が付着している。最近抜け落ちたもので脂肪の匂いは独特だ。これで群れを追跡できるぞ。ウィッチャーの仕事ぶりを間近で見られるとは。聞こえたか。互いに呼び合ってる。いいぞ、近くまで行こう。いいぞ、術をかけろ、ウィッチャー。わあ、これは傑作になるぞ。笑顔を頼む。巨大ムカデラ、くそ。どこから現れたんだ。つけてきたんだ。下がってろ。来いよ。これで終わった。今のは何とも緊張したな。今日1日分の興奮を一気に味わった。最高の冒険だった。目当てのものは集まったか。ああ。それなら家来たちの待つ場所へ戻ろう。伯爵をお返しするぞ。無傷でご無事だ。何よりだ、感謝する。分かったか。何の危険もなかった。ありがとうウィッチャー、よくぞお守りしてくれた。珍しいものを見て回ってすっかり元気になられたご様子だ。待っていてくれゲラルト、報酬を支払うから袋を取ってくる。元気になった？落ち込んでいたのか。伯爵から聞いていないのか。10年前、御霊場のクラリッサ様が馬から落ちてしまわれてな。それ以来寝たきりで歩くこともおできにならない。お嬢様は伯爵家の命そのものだった。いつも家中を笑顔で満たしておられた。よく伯爵とお出かけになっていた。お嬢様も動物がお好きでな。今では伯爵一人でお出かけになり、そこで描かれた絵だけがお嬢様と外の世界をつないでいる。待たせてすまない。君の仕事ぶりを間近で見られて天にも昇る心地だったよ。君の伝説は少しも大げさじゃなかったとはっきり証明されたからな。律儀で信頼でき、責任を持って職務を遂行する姿に感服した。共同経営者としても理想的な資質だ。君がワイン事業に興味がないのが残念だな。まあそのうちな。報酬だ、受け取ってくれ。どうも。実はもう一つ頼みたいことが。数日後に作品を友人に披露しようと思ってる。同じ趣味の仲間たちだな。君も来てくれないか。もちろん、近くなら顔を出そう。それはよかった。では私の小屋に来てくれ。
テサンにいる間はフランコラーズという村の近くで友人と滞在している。寄らせてもらおう。ではまた。ヘリヘリそうな仕事だね。それで白髪なのか、ワインの匂いがしなきゃ。ボークレールムカデはオスメスともに獰猛な捕食者です。群れでの狩りを好みますが、こちらの作品の作者は一匹の個体が今まさに攻撃態勢をとっている様子を見事に捉えています。この狩人の様子をご覧ください。自らの身の危険を知りながらも攻撃の一瞬の好機を待つ冷徹な決意が全身にみなぎっているではありませんか。ああゲラルト、よく来てくれた。さあどうぞ。よく来てくれた。ささやかな贈り物を用意したんだ。受け取ってほしくてね。どうも。この前衛兵からクラリッサの話を聞いた。事故のことは気の毒だった。残念だ。ありがとう。優しい言葉が何よりの慰めだ。クラリッサの調子はどうだ。父親の帰りを待ちわびているだろう。私より土産を待ってるよ。先に2つ送っておいた。私が帰るまで待たなくていいようにな。帰る途中ドルブラサンナに寄っていこうと思ってる。シルバンがいるという話だ。シルバンなら知り合いがいる。トルクという名前だ。意地は悪いが正当な報酬を渡せば何でもする。素晴らしい。教えてくれてありがとう。彼によろしく伝えてくれ。大盛況だ。友人が多いんだな。それに誰も彼も絵を褒めそやすのに忙しそうだ。ああ金持ちの周りには人が集まる。肉にハエがたかるようにな。そして私が転ぼうがゲップをしようがくしゃみをしようがお世辞を浴びせ続けるのさ。もちろん二枚舌のおべっか使いばかりじゃないが、まあほとんどがそうだな。迷惑なのか。ならなぜこうして呼び集める。私は経営者だ。個人的な憎しみや共感よりも事業を優先させる義務がある。それに時々完全な失敗作の絵を発表してみるんだ。彼らが色のついたゴミに過ぎない絵に最上級の賞賛をひねり出そうと悪戦苦闘する姿を眺めるためさ。当然ながら私の好意を得たい者ほど声高にその傑作を褒めそやす。それを見るのが私の意地悪な楽しみだ。会えてよかった。それでは。